久しぶり、グランバーザク。魔王様におかれましてはご機嫌麗しく、またお姿が変わられましたようで。どういう風に見えてるか知らないけど、己を映す鏡だから。それは君が強くなった証拠だ。今日はお願いがあるんでしょ。バシュバーザを首に。どうして。自室から出てこず放っておいたかと思いきや。君はただ怒ってるんだ。血を分けた息子より、君はその手で拾い育てた。こより東の森に勇者にとっての勇者を必ず。怨霊魔法か。赤子。名前の分かるものはないか。でも大丈夫だ、私がお前を守ってやる。そうだ、ダリエル、君の名前だ。どちらも大切な息子です。ラクス村、そこにダリエル君はいるよ。だいぶ馴染んじゃってるみたいだし、聖のオーラを備えたあの先代勇者みたいに。あ、切り札を残した。